2月29日木曜日の全国のお天気をお伝えします。本州の南岸を低気圧が通過し、西から雨のエリアが拡大します。沖縄や西日本では一時的に強く降る恐れがあるので、外出の際はしっかりとした雨具をお持ちください。東日本は夜には雨が降り出す予想です。ご帰宅に備えて雨具をご用意ください。北日本は太平洋側を中心に日差しが届き、比較的穏やかな空が広がります。一方、日本海側はにわか雪の可能性があります。積雪の増加にお気をつけください。全国的に気温は平年並みとなります。この時期らしい服装でお過ごしください。最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースからご確認いただけます。